ス行ったことないんだけど。え、じゃあ日本マージャンできないか。マージャンできますよ。あ、できんの。めっちゃ結構やったんですけど、リリック書くの遅いから全然参加できないですよ。なんかあの人屋さんってか一回もやれてない。一回もやれてない。結構うちってみんなやってるんだから一番見てる、絶対参加できないか。どうなんだろう、平均値というか1時間でも気を待ってないや、マジで人によるね。それは俺の見てきた人たちを普通に。なんかこの間もレコーディングして終わったら麻雀始まってるって笑ったもん、ね、え、みんな書き終わったの。あ、早いんだよ。早いし、クオリティも。いや、クオリティ高いんじゃない。絶対1時間で書く。角田が、あの角田が1時間で書く縛りされたら、角田ってどんなこと書くんだろう。めちゃくちゃポエトリーラップスだもう雰囲気すぎて何言ってか分かんないんだ。でもなんかそういう企画昔やったことあるな、友達と。なんかその30分で撮るもんね。8小節だからいけるっしょ。スカイプ通話とか8小節までいけるかっていうかもね。だいたい体力はついたついたでしょ。まあもう最近なんかもうめちゃめちゃ欠かせてるから無理。じゃあまあ書いて、なんか困ったらまあ書いて困ったらまあ書いて飲み会呼ばれるノリノリでバース書いてみたいな飲み会より生産性あるでしょそれは金もなくならない。金もなくならない。なんか頭の中も整理。最初はまだわからないけど、いろんなことしてみればいいさ。意味があるの求められる。君は君でいられたらね。ほらねほらね、ピピンでピピンでスピンでスピンでハッピーでハッピー。